西山さんどうですかあ,あの、はい、お家帰ってカバンの中とか見ました、ね、じゃあちょっと僕のニュースもいいですか <laughs> はい復刻西山ニュース一個でオッケーですお願いします梅原あの野郎 <laughs> <laughs> なんですかえあのーはい 僕もこのの月プロ楽屋ででの話をしたたかっんすよ楽屋にね大部屋ですからソリッツとクベルがなかなか近い僕とね梅ちゃんのユニットがそれぞれなかなかに近い距離でありましてそれで曲がね僕たち二人とも一緒に出ることっていうのがないじゃないですかユニットが違うのでだからそれぞれの出番があったりするんで楽屋をまあ にするというかそれぞれいなくなるわけですけども僕が曲が終わって帰ってくると机の上になんていうんですかねまずサンドイッチとホットレモンみたいな飲み物お茶が置いてあってこんなん自分取った覚えないんだけどなつねケータリングのあってこれ何なんだろうなと思って。 これなんか誰か置いたって聞いたら、はい、いやみんんな無視するんでするでよ主にあのソリツの皆さんが無視して、ええ、みたいな。でちょっと時間経った時に、ええ、花井君があ「俺がやった!」って言ったのうん、うん、絶対嘘じゃん。花井君が「俺がやった!」っていう時は絶対にやってないの。嘘だね で、これ誰がやったんですかねみたいな、までも、まあ、それ置いといて、でもう一回出て、でもう一回帰ってきたら。なんか、お菓子とか、も山積みに置いてあったのね。ケータリングですね。そう。で、なんか、あの、僕、壁際に机があったんです。けど壁のところに。なんか、こう、いっぱい、こう。なんか、僕、名札だったりとか、そういうパスだったりとかが貼られてて。これ、何なのみたいな。デコレーションされてました。これ、誰がやったのみたいな、そういう総務が出てきて。 これは事件の匂いがしますねみたいな, <laughs> な<ん>小芝居がね小芝居が始まってあれ竹内君動画撮ってたんだよね撮ってましたね,ね俺送られてきたよなかなか面白い小芝居だって <laughs> いやですねあの斎藤相馬の,あの説得力のあるなんかすごい頭脳面積な声でなんか <laughs> しょうもない推理しょうもないこ <laughs> こ,こにでなんか梅ちゃんの名札も置いてあったよそこにあったから<ー>ここに梅原雄一郎の名札があるということは犯人は梅原雄一郎だって言っ そんな当たり前すぎることをあの声で言うからうもう集合「<laughs> わヘッポコ探偵だ!」<laughs> <laughs> かなりヘッポコ探偵が現れたりとかいろいろにぎやかにやってて、まあ、まあ楽屋のノリだなみたいな、まあ、楽しいなみたいな感じになってたんですけど家帰ってあのまあ終わってね無事に終わって家帰ってで楽しかったなみたいなことを思ってかば見たらあの。 お菓子が20個ぐらい入っててちっちゃいね一口サイズのな何て言うんだろうな大きいお菓子とかだったらさバコって入れてすぐ気づくんですけど小さいジャラジャラジャラってしたお菓子だからさそこの方にずっと散らばってんのよ全部一個ずつ出してはいはいと思ってだんうそしたら竹内くんから連絡が来て。 LINE のなんかスクショみたいなのが送られてきたんですよねそういえば西山あれ気づいたのかなみたいな <laughs> あ俺と竹内君のやりとりじゃねえかい <laughs> で誰か送ったかそれ伏せられてるんですよでもすぐに「こんなことやると」と<ー>もう梅原しかいないと。 でしかもあの西山って呼ぶのも梅原しかいないと分かってもう全部それ改めて見てこれ全部梅原がやったんだなと思ってこの野郎って思いましたいやでもね全部じゃないんだよねあれえどういうこと不思議なもので誰が関わってるってこと他にうん第二部とか夜の部の間にえあのー、俺は一回あのー ケータリングのコーヒーのポットとお湯のポットを西山さんの机に置いたのあったなそんなこと意味わかんないよ。大ねポットおかしいでしょ。そこをみんなが使われてないじゃんでもあったな。その後それも回収されてて西山さんが戻して。戻したんだなって。で僕が出番行って帰ってきたら西山さんがいない状態の時に僕がやってないなんかペットボトルがいっぱい置いてあったんだよね。最後の方。 あったあった。あれ俺じゃないの。ええー？誰誰かわかんないんだよね。豊永さんか。<laughs> マジ。豊永さんやるかな。<laughs> 席遠かったぞ。<laughs> 一番の年長者が。<laughs> やるかな。やあれが誰かわかんないのだから。あれだけわかんない。俺もい怖いわ。なんかお供え物みたいになっててさ。そう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 。じゃあゾッとしましたよ。うん。うん楽しいイベントでしたね。<laughs> おいおい。<laughs> 帰り道も嫌でしたよ僕 <laughs> 花江くんが車でね何人か送ってくれたんですけどずっと花江くんが西山の楽曲流すのあそうだね車の中で車の中でもうそれが嫌でずっと喋り続けたからねもう止めてって言っても絶対変えてくれないだろうなと思って <laughs> ちょっと不快なんでやめてくれますって僕も言ったんだけど全然流してずっと流すからずっと流してたね喋らざるを得なかったですずっと